どうも、神出鬼没おじさんです。今日はですね、滋賀県ですね、これなぜか滋賀県に来てしまいました。西大津線ですね。なんか琵琶湖の横でいい感じでしたね、なんか外のなんでか間違えてきたような感じで、滋賀の皆さんはどのくらいいらっしゃるか思いませんけども、お近くに来たのかもしれませんまあ行きましょう。入店入店。なんかでもよく知ってる感じの、あ、宇治のマネだ。数はいっぱいあるけど、なんかあれ、ね、安いの多いね、うん、なぜか。だってすごい安いのばっかあるよ、全部1万円だ。みんな初心者がやめてった。なんか3万円以下、全部そんなに廉価モデルばっかりのところもそのかなえ、でかっ、なにこれでか安っえ、でかすぎじゃねこれ。すごいね、もう何が何だかもうよくわからないね、これ。高いやつはない？マジでないね。え、高いやつ2本ぐらいしかなかった。10万円高くてこれ、これそうね、19万。え、どれが19万？あー、これか。え、それ以下になるといきなりこの5万円とかじゃない？そう、5万円アリアプロ。あとはもう3万円か2万円。おもろいな。え、そんなパターンあるんだね。え、何これ。フェンダーのコンボアンプ、ワンペッド化した自作アンプ。あ、そういうこと。なるほどね。これいいんじゃないの結構安いよね。あ、確かにぷっくり感が。お、あ、じゃあボックス。あ、これなんか見たことない形だな。あー、パワー感死んでますね、1本。なるほど、これはジャンクだわ。お、ありましたよ、メシア。まだメシア、メシアダブル20、5500円。あー、なるほど。あ、ダイナミック見た。意外とこういうのが。うわー、なんだこりゃ、すごいことだうわー、すごいな、すごい修理してやんな、これ。うわ、え、みたいな音になってるこのコーナーも全然洋楽がない感じだね。あれ、これってどこにでもあるんじゃない？あ、はい、よくある、よくあるね。あ、あった。お、まあ普通の感じですかね。ドッグイヤー買いまくった人がいる形跡が。本当だ。何これ、バーバリーみたいな。バーバリーこれかわいい、バーバリー。これ自分で貼ったんじゃない、これ。本日のカードズ日曜店にご来店いただき誠にありがとうございます。あれ、終わりました。結構遠くまで来たのにななんだろうね、これ県民性なのか、この感じは。うん、10万円以上のギターが1本、あと5万円以下みたいな。まあ、ある意味すごい面白かったけど。うん、じゃあそんな感じでまた次のハードフリーレッツゴー。なんかあの色が全然ハードじゃないですか、ね、そうやってこれやってる。本当だ、だって松屋もさ、松屋、そうだね、黄色、黄色ダメなんだね、京都って黄色ダメだ。ハードって全然違うんだもんね、最初。
じゃあ行ってみましょう。やっぱ京都だからなんかあるんだね、京都風の品揃えみたいな。お、なんかすごいいい楽器屋さんっぽいね。本当だ、いっぱいある。めっちゃ種類が、種類っていう感じで GS ファンの数がターボディストーションめっちゃ並んでるし、グライコもめっちゃ、グライコえ、これなんだ、こんな色の曲なんてあったっけ。 BC1X ベース用コンプレッサー。そういえばソバットって京都だったよね。あ、そうなの。京都のディクターメーカーだった。安いね、なんか一世を風靡した感はあるけど。うわ、なんだこれ、ボンダースもこんなのかな。ベンション C の丸パクリみたいなやつもあるんだね。なんか変なのある、ね、センターにこんなとこ出すっていう、このなんだこれ違和感。え？あれでもほら、あっちは大丈夫かな。あっちペロンってめぐったらまさか。同じ会社やろこれ。これ同じ会社。日本も必要かな。三人同じ人なんじゃない。わかんないけど。まあ二人は三人は日本は同じ。そうだよね。これなんていうのこれ。ハイハイサノスハイソンです。え、何これ見たことないね。サンプルキャスターデラックスタイプ。え、70年代、うん、え、これえ気になるね。あ、トラスアウト限界近いですけど。あ、え、これええんちゃうの。これちょっとこれ気になるんで、ちょっと後で試奏してみます。ハイサンダス、こっちに待って。え、それ HE サンダスじゃなかった。あ、本当だ、ハイサンダス。え、ヒソノス、なんこれなんていうの、なんて読むんだっけ。エクセレントギターです。はい。で、ちょっと待って。調べてみる。で、ハリメイプルで、これピックアップなんか俺、ワイドレンジかの大きさかなと思ったら、普通の大きさで、なんか、ワイドレンジ風になってるっていう。うん、まあ見た目がね、かっこいいよね。はい。あ、で、このあれか。これ、松木なのかな。松木だったら松木って書いてあるのかな。ちょっと、バーズアイ。ね、バーズアイ入ってて。あ、ペグは安い系のやつね。ちょっと弾いてみます。はい、もいい音はしないですけど、ネックの感じはいいね。あ、これ合板なんだね。空と綺麗に並び替えてあげるという優しいお客さん。お、なんか塗装が変だな。なんか塗装塗り直したのかな。すごい痩せてきてるよね。うん、あ、塗り直し、いや、わかんない。なんか同じ見た目のジャズがいっぱいある。なんかそういう傾向があるんですか、うん、え、どうなんだろうね。グレコなのか本当にこれ。なるほどな。ほう、なるほどな。
あれじゃん、もう水も切れ、水が切れどういうこと、どういうことこれね、ワンネットこれスタジオで使ってたんで安いんだけど結構いい音するんだよね、なんか。うわこれすごいな、こんなちっちゃいの。なんですかそれは。これはボリュームペダルです、ね、あ、ボリュームペダルね。これどんな感じこれいいね。ドラムセット多いね。本当だ。スタンダードメイプル。バーチシェル。待望のジャンクコーナー。おわあ。あ、でもまあまあ。まあまあの値段。まあまあだね。これは俺が地獄を見た周囲のエフェクターですね。これはあ、モーリス。あ、安いよこれ。ナットかけ。うわぁ、だいぶ強いけど。だいぶボロボロ。もうバンか。まあメンテすれば。5000円だからね。でもナットとブリッジとフレットすり合わせだとまあ結構いっちゃうもんね、うん、ウルトラマンみたいなのいる。本当だこれキーいいんじゃねと思ったけどまあまあやっぱするわ。え、これ電子ピアノ電子ピアノ電子ピアノかな。アダプターで音出すんだ。ちょっと気になるなこれ。うわ、なにこれ。シューマンハパルサス駅、これ野上案件だよね、これ。どこでどうすんだ、これ。僕的にあの、パルサス駅がすごい気になったけど、野上くんに聞いたら一瞬で答えられそうだけど。そう、ね、思ってます。3個持ってますとか言う、それ。まあ、そんな感じで、京都桂店から来てみました。じゃあ次のハードオフは、あなたの街かもしれない。さあこちらはどちらでしょうか。長岡京店だっけ。なんだっけな、そんな。なんか工業地帯な感じだよね。はい、入店入店。どうなのかね、こっちは。あ、なんか似てない。あ、この辺にちょろって家電があって。で、手前にちっちゃいギター貼ってみたいな。なんか似てますね。ウクレレ、あ、これね、フレットレスのやつだったら欲しいんだよな。70年代やって。うわ、これキー良さそう。お、変わりますね、79年。これも良さそうだね。これもかっこいいな、色が。色いいね。うん。お、これもおもろいじゃん。うわ、面白いな。面白いですね。なんか、シャミ人。シャミ人。シャミ人。シャボ。簡単し三振。あ、え、ギターと同じチューニングでいけんの、あ、安定のモーリス、うん、モーリスいっぱいあるね。お、ここからありますよ、38。82年以降みたいなやつ。あ、両方にもかわいいねなんか、カラー多くない、どうしたのこの店こんなカラカラしてないよこれすごいね、取り外す、え、何これ、取り外せるの、嘘でしょ、取り外せないよ、ないか、ここに繋がってんのか。いや、ボックスすごい攻めてるねこれいいですね、バーンズ。え、これビートルズ、
決定版なんだから持ってなくちゃ。これはいいジャケットですね。これ誰なんだろうね。ジョージっぽくもあり誰全員っぽくさがあるから。いっぱいある、いっぱい無限無限に合います。これ夢に合います。これめくってもめくってもこれが出てくる。わあ、これとかも来てますね。なんかね、ロン・カーター、すごいジャケットだな、これかっこいいね。カシャーン、さあ、このジャンプコーナー、はい、はい、どうだ、こういうのはもうちょっと安くしてほしい。これはどうですか。63年製造って、睡蓮、睡蓮、うわ、なんかお札みたい。あ、フレット打ち替えです。意外と悪くない感じはする。みんな高いからね。これはあれだね、一色ずつパターンだな。あ、これは3つあるけど、これなんか仕事っぽい。本当だ。なんだジャンプコーナー。お、お、ステレオディレ、これってデジタルなのかな。デジタルか、さすがに。あ、わ、すっごい、なんか、なんつったらいいんだろう、これ。田舎の感じって言ったらいいの、これ。あー、これ、筐体として買って帰ろうかな。これね、なんか、ハードオフの別館でこう、ホビーオフがあるみたいな。やっぱね、真実はいつも、すぐそばにあるんですよ。何を探してるんだ。いや、わかんない。うわ、でもあれか、別にホビーだからね、あんまりこういうの知らないんだからね。そうなんだよな、別にフィギュアとか興味ないしな。トリケラトプスがもしあったら、まあロッキー案件とか。あ、これあれじゃん、お前が女の子に似てる子じゃん。ガリアンだって、何これ。え、すごいねこれ、うん、え、こんなんあったの。これ面白いね、こういうなんかあんまり知らない。え、これ面白いじゃん。かつ、これ何なんだろうね、なんかあったのかな、そういう漫画みたいなのが。え、なんかこのジャケンも面白いじゃんね、うん、イデオン、これロッキーとかが意外とこういうのにハマるんじゃない。ハマるかな、こういうマイナーな。スーパーエンペラーとかね、懐かしいな。スーパーエンペラー、でもやっぱもう今はこういうなんかちょっとずれたものの方が面白い気がしますね。うわ、ミニョンキの大会これ走ってたら相当おもろい。うわ、ホライゾン懐かしい。あ、この顔よ。なんだっけこの人。ダッシュオンクロー。うわ、渡るとか懐かしい。うわ、懐かしいですか。これは多分今同世代の人たちが、ああ渡るだってなってるはず。これあれでしょ、リゼロでしょ。リゼロ？ちょっと俺も詳しくない。マジで知らん。リゼロって何？リゼロはちょっと俺もあのパチンスロットの台であったっていうことしかわからない。ゲボが。恐竜はいない。でもまあなんかかっこいいね。うん。並んでるとやっぱ、うん、ああ。ここはなんかやっぱ専門店って感じがするな。ザイオンハート。ザイオンハオ。手裏剣合体。どういうこと、手裏剣合体って。あ、手裏剣型なんだな。うわ、あ、手裏剣じゃんみたいなやつあるんだな、多分。そうだね。お、なんか弾いてる人いるで、これ。お、
なんだこれ。東京メタルシティ。え、そうなの。それあのなんかツイッターのせいで。なんかもうこれ楽器破壊してるよね。グニャーって。あ、本当だ。曲がっちゃった。だってもうこれ原稿すごくなっちゃうもんね。あ、だってこの人ドラマーなんじゃない。ってことは。そうだね。うん、これなんてマン、あ、あれなんだろうね。なんてヒーローなんだろうね。仮面ライダー。仮面ライダー。仮面ライダーもう楽器演奏するのちょっとかな。だって電車の仮面ライダーもいるんだよね。あ、そう。うん。あ、ゴジラコーナー。お。わ、なんかいろんなゴジラがいますね。ロッキーが好きなのはこういう青いこの猫っぽい顔とか言ってたよね。ああ、言ってたね。多分初期の方のやつ。レトロな結構じゃ、これはレトロですね、うん、首が長い、首長族なのちょっと猫あ、こんなんじゃなかったロッキー、うん、これ欲しいんじゃない。あ、こっち。まあでもね、こういうの買ってくれると有名にまた、まあいいってなるね。はい、いや面白かったですね。京都、なんだっけ、長岡京店、なんか個人的にはこっちの方が面白かったような気もしますけど、なんかでもガリオンね、ガリオン良かったよ。どっちもなんかちょっと専門性が結構高い感じがして、なんか専門家がいそうな感じだよね、どっちもね。ちょっとお腹も減ってきたんでご飯食べて東京帰りましょう。じゃあ次はあなたの街かもしれません。